ああ。何？どうした？一体何なの？風が入るから窓を閉めてと言ってるのに、感が鈍いな。それぐらい自分で閉めろ。だいたいあーとかうーとかで話が通じるもんか。いやー、通じてもいいと思うよ。長い付き合いじゃないか。口に出さなくとも心は通う。僕が何をしてほしいのか、寝ているだけでも分かってもらえる、そんな機会はないものかな。口を聞くのがめんどくさけりゃ一生寝てろ。君には呆れた、実に呆れた。何をジロジロ見てるんだよ。どうせすぐ怒って短気だなとでも思ってるんだろう。正解。ほら、やっぱり分かるんじゃないか。もう知らん。へんてこもん。そうだ、のび太くん、実はあるんだよ。何が？喋らなくても心を通わせる方法が。え、本当？テレパシー。どんぐり？これはテレパシーというシーの木の実。食べると頭の中で思っただけで、それが相手に通じちゃうんだ。へえ。これで本当に。喋るな。今のび太くんの思っていることを当ててみせる。ほら、聞こえてきたぞ。なになに？ドラえもんの顔はいつ見ても風船みたいで愛嬌があるな。やったなに？ドラえもんはやっぱり短気だな。だって勝手にしろ。喋らなくてもいいというのは愉快なもんだ。なにニヤニヤして変な子ね。え、お小遣いが欲しいですって？昨日あげたのはどうしたの？無駄遣いばっかりするから。僕何にも言ってないよ。あらやだ、そういえばそうね。小じわばかりか白髪まで出てきたですって？余計なお世話です。僕がいつそんなこと言った？これなら口に出して言いにくいことでも平気で言えるぞ。静香ちゃん大好きですって？誰？誰かいるの？変ね。可愛らしくて頭が良くて優しくて、いやだから買わないで。のび太さん。のび太さんだったの？私のことそんな風に思っていたの？うん。こうしておだてておけば宿題を教えてもらうときに楽だ。ですって？しまって、ひどいじゃないの。思ったことが何でもかんでも通じちゃうのも困るな。あ、やう、のび太。おい、まずいやつに会ったなとはどういうことだ。僕はそんなこと言ってないよ。本当か？確かに聞こえたような気がしたんだけど。やれやれ、こないだ借りた漫画を返せと言われるんじゃないかとヒヤヒヤしたよ。そうだ、こないだの漫画返せ。後で返すから。ママが僕の漫画と間違えて捨てちゃったんだよな。捨てた？なんだって？しまった、バレた。おい、のび太。待て。ここのおじいさんが子供のように大事にしてた植木だ。ダメだ、このまま黙って逃げよう。こら、このまま黙って逃げようって考えてるやつは誰だ。ごめんなさい。
思ったことが相手に聞こえるなんて何にもいいことなんかありゃしない。え、こんなことまで周りに聞こえるの？うわー、おー、のび先生、え、なんでこうもついてないんだ、だと？何を言うんだ、せっかく褒めてやろうと思ったのにな。よう、のび太。ジャイアン今一番会いたくない奴が来たって言ったが。なんだとは。ダメだ、考えないようにしようとしてもどうしても頭に浮かんじゃう。考えるな、考えるな。お前ってやつは。嘘、今考えてることは嘘だよ。お前、俺のことをそんな風に考えていたのか。いや、あの、その、まいった。少しは懲りたかい。もう懲りごり。武将するとろくなことがない。君の言う通りだ、君が正しい。よしよし、分かればそれでいいのだよ。じゃあこれで元に戻そう。何？お人よしだからちょっと怒ってるとすぐに機嫌が治るだって。いつまでもそのままでいいの。